秋生スイートピー1横浜の根岸は四角な食卓のような高台だその高台の大部分は畑でその畑のところどころに緑の絨毯敷いたような芝生のグラウンドや競馬場が散在している。 日曜日にはグラウンドで外人たちがホッケーやテニスをやり広大な競馬場にはニッカースを履いてゴルフをする人の姿が豆のように小さく見える晴れた日には西には富士が浮かび出て南には鏡のような東京湾を隔てて暴走の山が見え右の方の半島のわずかに煙の立ち上るのが横須賀である根岸はいいところだ しかも根岸の大部分をなす高台にはほとんど家がない家は低地と谷合いにある霧根岸の地形を複雑にするのはこの谷である至る所に谷と断崖があるその谷のあるものには昼でも暗い老樹が密生していてその間に百姓やごくまれに外人のカテージやバンガローが見える 外人の住宅は元は俗に山手と呼ばれた新山下町の上の山に密集していたがそれは地震で全滅して今では鷺山と竹の丸に少しばかり残っている霧だ震災以来外人の多くは東京と神戸へ行った神戸と横浜は姉妹校だけにその間に深い関係があって船乗り商人外人などの家族はよく旅行を行き来する 両校を行き来する者の,の中にはまだその他に女中とコックという特殊の職業を持つ者も,もあるのであるそして野田源太郎もそのコックの一人であった野田源太郎は少年時代は横浜のある小さいカフェの給仕をしていたが21の時にホテルのコックとなりお客の首巻きを盗んで解雇され 次に郵船会社の欧州航路の船のコックとなり2年ばかりして市中町と喧嘩をして解雇され次に神戸のポルトガル領事のコックとなり時計を盗んで発見されそれから31の今日の日まで神戸と横浜の外人の家を次から次と渡り歩いた彼はほとんど病的と思われるほどの頭壁を持っていたが色が白くて髪が黒くて男ぶりがいい上に がが聞いて愛嬌があったのでどこへ行っても信用されまだ一度も警察の厄介になったことがなかったある6月の雨の黄昏時彼は夕食をしまうとコック部屋の汚い畳の上にゴロリと転んで巻きタバコを吸いながら考えていた両目を糸のように細くしてはいるが心では何か非常に大変なことをたくんでいるらしく時々その目が 不安げに大きくピカリと光った彼は心につぶやいた根岸の生活も今日限りだ俺はこの1か月の間民子が訪ねてきはせぬかとそればかり心配し続けてきたその心配だけで命が10年も縮まったような気がするしかしもうここにいるのも今日限りだもう民子に発見される気遣いはない 明日は朝早く汽車で出発することにしよう彼が民子を恐れるには理由がないことはないのである彼は5年の昔に彼女を知った当時の彼女は今と同じ女中であった彼は民子を愛しているように見せかけて彼女から前後数回にわたって1000円ばかりの金を絞り取ったそれだけならいいけれど ただ金の問題だけならいいけれど彼女は宝石のような純真な混じり気のない愛を彼に捧げ続けてきたのである無論彼とて最初は彼女を愛さぬではなかったけれど今の彼は他の女絹代というもっと若くて美しい女を愛しているのである彼は考え続けた 絹代の,のことを考えると希望で胸がいっぱいになる絹代は俺に2,000円の金を得させてやると言った俺はその金を盗むために今夜絹代の勤めている家へ忍び込まねばならぬそこには多少の危険は伴うだろうがなあにどうせ寝ていて大金を握ることはできないのだ 彼は巻きタバコの吸い殻をポンと捨てて黄昏の部屋に灯った伝統を仰いだそれからみすぼらしいコック部屋の中をジロジロ見回した外には新緑を打つ雨の音が聞こえた2,000円の金がうまく手に入ればいいが彼は考え続けた2,000円あれば こんな豚小屋のような汚い部屋にいなくともいい当分はうまいお酒とうまいごちそうを食って遊んでいられる絹代と一緒に温泉巡りをすることもできるのだここまで考えてきた時ふと障子の外で物音がしたので彼は顔を起こして聞き耳を立てた女の声がしたぬちゃんかい大がり。 彼がむっくり起き上がって座り直した障子が外からさらりと開いて年頃278の女が姿を現した野田はその顔を見るとさっと白紙のように白くなりまた赤くなって体を石のようにこわばらした彼女は板の間に雨にぬれた傘を立てかけると静かに座敷へ上がって彼と向き合って座り黙ったまま。 にっこり微笑んだ。束紙に言った髪はやや乱れ目尻には波のようにシワがより激しい家内労働に指先が荒れている「タミちゃんだったのか僕がここにいることをタラから聞いたのだ」しばらくして野田がこう聞いた「キヌちゃんから」。野田はドキッとししたたらしかったが、 すぐまたた気を引き締めたそして相手の落ちくぼんだ目や筋の現れた色の黒い首元の辺りをまじまじ見た彼は何とか言わねばならぬと思ったが喉が干からびて自由に言葉が出なかったしばらくして沈黙を破ったのは民子であったいつごろからここにいらしたのひと月ほど前から どうして私に知らせてくださらなかったの彼女は平気でこう聞いた彼女の態度には少しも取り乱したところがない長くいるのなら知らせてもいいのだがどうせ一月しかいないのだからそれで知らさなかったのだじゃあまたどこかへああ明日の朝早く出発して神戸へ行くことになった 神戸のの外人の家へ勤めることになったんだ行ったら知らせるよこの家にはコックがいらないのだけれど他に口がなかったもんだから友人の紹介で1ヶ月だけ無給で働いた彼はだんだん落ち着いてきた本当に明日神戸へ行くの本当だとも荷物も何もないから気楽なもんだよひとしきり沈黙が続いた 野田さんやがて彼女が静かなきっぱりした声で言った今日はあなたの本当の心を聞きたいと思ってきたのよ私は5年前に海岸の竹生さんの家で初めてあなたと会いました2人は同じ家に勤めてお互いに愛し合っていました私は5年の間 あの時と同じ心であなたのことを思い続け骨身を粉にして働いて稼いだ金もみんなあなたにあげてきました私はそれを後悔してはいません心からあなたを愛していたのだから後悔するどころかそれでもよかったと思っているくらいですけれどもけれども彼女は喉に塊ができて息が苦しくなったのでここまで言って口ごもった しばらくして彼女がまた続けたけれどもこのごろのあなたの態度はどうです私には居こも知らさないで元茶部屋にいた断髪の絹ちゃんとばかり親しくしていらっしゃる私はあなたに邪魔者にされたら立つ瀬がないのです今あなたに捨てられたらもう私はダメです何をする元気もない 張り合いいいももななな仕事をすする気にもならないのです私も昔は今より美しかったと思います。美しかったらばこそあなたも愛してくださったのでしょう。でももう私はダメですわ。もう何をする元気もない。野田さん、5章ですから絹ちゃんと別れてください。別れて。 私は待つ間があまり長いので疲れてしまいました彼女は一生懸命になってやっとこれだけのことを言った興奮する心を強いて抑えてはいるもののさすがに唇はかすかに震えていた野田は聞き終わるとうつむいたまま長いため息をした そしてたばこを取って火をつけると返事はしないでじっと眉をしかめて畳を見つめていた野田がいつまでたっても黙っているので彼女がまた愛玩するような口ぶりで言ったあす神戸にいらっしゃるのなら私も連れていってくださいあちらで女中の口を見つけて働きますから野田は をそして心では「そんなやつについてこられてたまるものか」と思ったが口に出しては「まあ見合わせた方がいいと思うね仕事の口があるかどうかはわからないから」と低い声でつぶやいた彼女は目を伏せた恐れていた返事を聞かされた彼女は「 担当で胸を刺されるような気がした。目の前にあるものがぐらぐら揺れるような気がした。彼女はともすれば出ようとする。涙を相手に見られたくないので、横を向いて部屋の中を見回した。汚い部屋ではあったけれど、野田が1ヶ月過ごした部屋かと思うと、なんとなく懐かしかった。無論。彼女は野田のたくさんの欠点はよく知っていた。 けれども彼女は特徴も欠点もひっくるめて彼をすいていた彼の冷酷が今日に始まったものでないこともよく分かっていたがそれだからといって彼を憎む気にはなれなかったのである野田は大きなあくびをしながら壁の上の時計を仰いだしばらくして民子が話題を転じて聞いた明日は何時にお立ちなの ごろ大儀そうに野田が答えたじゃあ今夜はゆっくりここで遊んで帰ってもいいわね行って民子が臆病げなまなざしで探るように相手を見た困るよなぜ約束があるんだどんな約束今夜は ちちゃゃんん。のとこへ行かなくちゃなくらんやつれた民子の両方にさっと赤い血のけがのぼった彼女は絹代という名前を聞くだけでも胸が痛かった彼女は一生懸命に胸の興奮を抑えながら「ぬちゃんはやはりタニングさんとこにいるの?と」と低い声で聞いた、ええ。 どこにいるの今度オランダ人の家へ変わったそうだオランダ人の家へ変わったからぜひ今夜遊びに来いと言ってきたよ遊びになんか行かない方がいいわ遊びに行くんじゃない本当は泥棒に行くんだよ言って彼がニヤッと独々しい笑いを浮かべたまあことによると もが今夜2000円のお金持ちになるかもしれないぜと得意げに彼が言ったまきぬちゃんはそんなにお金を持っているのぬちゃんの金じゃないよぬちゃんの勤めているオランダ人の金だよキヌちゃんが何でそんなお金を持っているものかいや持っているかもしれないわキヌちゃんのことだからあの人はただの女中さんじゃない ラシャメもしたり茶ブ屋にいたこともあるんだからバカ彼が罵ったそのオランダ人は夫婦と子供2人きりで召使いもキヌちゃん1人1人でコックと女中と両方やってるんだそして今日開花の居間を掃除していたら鍵のない引き出しの奥に百円札が20枚入った封筒があったからぜひ今夜のうちに取りに来いと言うんだ キヌちゃんが自分で取ってくれるといいんだが怖くてとても手が出せないと言うんだ家の者は9時に休むから9時以後に居間に入れば2000円の金が盗めるのだが主人が玄関のドアに鍵をかけるし絵画の玄関のそばの部屋は物置になっていていつも扉に鍵がかかっているし今の窓は高い石垣の上にあるしするからどうしても居間へ入るには 2階の絹ちゃんの部屋の窓から入るよりほかに方法がないんだそんな2階には3つの窓があってその中の向かって一番左のが絹ちゃんの部屋の窓になってる9時ごろになるとみんな寝静まるみんなが寝たら絹ちゃんが自分の部屋の窓を開けてちょっとろうそくの火をつけて合図をしてくれるんだ だから、合図を見たら、屋根を伝ってその窓へ入るんだ。屋根を伝って入れるようになっているの入れるそうだ。僕はまだその家を見たことはないけれど。行く気なのああ。よした方がいいわ。なぜ <laughs> だって危ないじゃないの。 枯血にいらずば枯地を得ずというたとえもあるからね。屋根から落ちたらどうするの？大丈夫だよ。心配するな。二千円になるからね。二千円があると悪くないよ。はやとった気でいらっしゃるのね。そのお金をどうなさるの？まだそこまでは考えていないが、ひとまず神戸に落ち着くつもりだ。 そして泥棒の噂が静まった頃を見計らって小さい洋食店でも開くつもりだよおめでたいわねうらやましいだろうそのオランダ人の家はどこにあるのどうしてそんなことを尋ねるんだどうしてということはないけれどどこでもいいよところだけはまあお預かりとしておこうその方が安全だ どうせ後になったらわかるよ。とにかく山の谷間の深い森の中の夜なぞとても女一人じゃ行かれないような怖いところだよ。僕だって行こうか行く前か迷ってるくらいだからね。およしなさいよ。見つかったら大変じゃありませんか。だから用心していくよ。およしなさい。よした方がいいわ。

5年間のの家内労働の苦しい折々に、彼女はどんなに野田を愛しただろうまるで乾いた人が水を求めるごとく彼を愛してきた野田はまた壁の上の古びた時計を仰いでみた彼は一時も早くこの気まずい会見を切り上げたいというふうに見えたしばらくすると民子が干からびた唇をなめて 野田さん、私思い切ってあなたと一緒に明日神戸へ行くことに決めましたわだから今夜はどこにも行かないでここで一緒に話しましょうよそらダメだよ約束がないのならいいけれど約束した以上どうしても行かなくちゃならんまた沈黙が続いた民子はじっとしているのが苦しかった ともすれば涙がこぼれそうになるのでしきりに瞬きしながら涙を隠そうとした喉に塊ができて目がくらむような気がしたやがて彼女が死人のような青い顔をしてまともに彼を見入りながらではどうしても私と一緒になることはできないとおっしゃるのですねと聞いた。 彼女はこれだけのことを言うのに一生懸命の努力を要したらしく見えた膝の上に置いた手の指先がわずかに震えている野田は顔の筋一つ動かさないでお気の毒だけれど許してもらいたい僕はその瞬間瞬間の気持ちで生きてきたつもりだだから未来のことまでは断言できない勝手なようだが 僕はそうした男に生まれているのだから仕方がないすると民子が出し抜けに彼の膝に顔を埋めて子供のようにすすり上げて激しく泣き出した2それから2時間後黒っぽい服を着た一人の男が 谷間の茂みに身を潜めて闇の中に朦朧と立つ家の輪郭を眺めていたがこれが野田源太郎であることは言うまでもない雨はすっかりやんで暮れ方から吹き始めた西南の風がネズミ色の雲を飛ばせたその雲の切れ目からいくつもの星がキラキラ宝石のように光ったオランダ人の家は 急な谷間の中腹の高い石垣の上にあったその急な谷間の底を一筋の白蛇のような細道が張ってそれを下れば根岸の海岸へ出られ上れば高台に行かれた歌人はもはや寝静まったらしく2階の3つの窓開花の5つの窓には厚い鎧戸が閉まって内から少しの明かりも漏れてこない 野田はさっきからその2階の一番左の窓ばかり見つめていたそして幾度も時計を出してみた辺りの巨大な松や菓子は絶え間なく吹く西南の風になめられて怪物のように吠えた頭の上の小から時々パラパラ雨だれが落ちたどこからともなくプーンとチンチウの花の香りが漂ってきた 野田はまたポケットから時計を出して、星明かりに透かしてみた。九時だ。しばらくすると、二階の一番左のフランス窓が音もなく開いて、わずかなろうそくの光が漏れたと思うと、すぐまた消えた。合図だ。野田はにやっと微笑しながら、身を潜めていた茂みから立ち上がって、細道へ出てあたりを見回した。 が無論そこには誰もいなかった聞こえるのは風に吹かれておののく小杖や草の音ばかりだった彼は細道を登って高い石垣に突き当たりそれから右に折れて石垣に沿って五六軒進んだそこには急な石段がある彼は靴を脱ぎ靴下一つとなって苔の生えたその石段を登った 上りきると古いペンキのはげかけた低い板植えの門がある彼は門柱の上に手をかけ足で扉の横着を踏んでひらりと向こうへ飛び越した飛び降りた際に多少は音がしたかもしれぬがそれは激しい風の音に消されてしまった下から建物の大抵の構造を見ておいたので庭に入って間をつくようなことはなかった。 右手にぼんやり別館らしい建物が見える多分物置であろう5分間後の彼ははやその板塀を踏み台にして屋根の上に上がっていた別館の屋根の上には松の老木が風に吹かれて激しく踊っていた彼はその松の枝を猿のごとくよじ登ってやっとのことで本館の屋根の上へ降りた 赤いスレートの屋根は急な傾斜をつくって足がかりになるものは借道の雨どいのわずかな出っ張りばかりだったこの急な屋根を伝って2つの窓の下を通り抜けて一番左の窓のところまで無事に行けるだろうか彼はどうしても行かねばならぬと思った彼は今まで人目忍んで物を盗んだり女から金を絞ったりしたことは数限りなくあるが 夜泥棒となって他人の家へ忍び込むのはこれが初めてだっただから異常の不安と恐怖に襲われはしたがしかし一方では不安であればあるほどそこに一種の怖みがたい冒険の魅惑がないではなかった彼が今までいろんな悪事を働いたのは一つにはこの冒険の魅惑を感じたからであったけれども今夜という今夜は それらの冒険の中で最も大きい冒険をしようとしているのだ野田は雨に濡れた屋根の斜面にびっしり腹を押し当てて大の字に伸ばした両腕の指先でヒルのように屋根へ吸いついたそして靴下を履いた左足を3寸動かしては次に左手を3寸動かしそれから右手を3寸動かしては右足を3寸動かし最後に 屋根に押し当てた腹を3寸滑らしたこうして壁に吸い付いた平蜘蛛のごとき彼の体は斜面の上を3寸ずつ動き始めたちょっと見ては静止しているように見えてもそれでも彼は次第に窓に近づきつつあるのであるやがて彼の体が第一の窓の真下まで来た窓のよろいどは閉まっている 窓の中の人は寝ているのだろうか。起きているだろうか。彼が屋根を伝う物音を聞いて扉を開けはしないだろうか。もし扉を開けたらそれまでだ。彼は動悸が高くなったので、しばらく休んで耳を澄ました。そして窓の中の暖かい白いベッドと、気持ちいい部屋の幻を胸に描いた。やがてまた彼は動き始めた。 三寸、また3寸おからさっと激しい風が吹いてきて巨大な黒い森がものすごいうなりを立てた彼の背後から突き出た小がパラパラッと雨だれを落として彼の方を打った彼は思わず上を仰いだ高いところに星がたくさん輝いていた次に彼は下を見たと 氷のように冷たいものが彼の背骨を走って思わずぞっと身震いした彼はほぞのを切って以来この時ほど激しい恐怖に襲われたことはなかった彼の目の下には深い深い深淵が悪魔のような黒い口を開けているではないか一度足を踏み外したら最後彼の五体は高い石垣の下に墜落して微塵に砕かれるのだ 本館は石垣のすぐ上に建ててあるから石垣の上で止まることはできぬそして屋根から石垣の下まで少なくとも50尺はあるのだ彼はあまりに遅い今となって屋根に登ったことを後悔した動機が高くなって額に冷や汗がにじんで息が次第に苦しくなった 彼はこんなところに呼びき寄せた絹代を今更のごとく恨んだ部屋へ入ったら散々彼女の油を絞ってやろうと思った彼は後に引き返そうかとも考えてみたが後に引き返すにしても行くと同じ距離を動かねばならぬ声を立てて3番目の窓のそばにいる絹代の救いを求めようかとも考えてみたが声を立てれば 家の者が聞きつけて慌てて窓を開けるだろうその時自分は何と弁解しよう絹代に会うために来たといえばあるいは泥棒の名目で罰せられることだけは逃れられるかもしれぬけれどもそのためにこんな危険な屋根を伝ったということを信じてくれるだろうかそれはありうべからざることだどうしても このまま動いて第3の窓に近づくよりほかはない行けるところまで行ってみよう何くそもう一息だ気を落ち着けて彼はまた3寸ずつ動き始めた両手の指先がわなわな震えでした彼は全身の力を込めて釈動の雨どいを踏んだけれどもその雨どいはところどころ壊れかけている上に 膝あたりがブルブル震えるのでともすれば足先が滑りそうになった遠方の山の木立が風になぶられて何者かの泣くような音を立てた彼は恐怖を払いのけるために強いて他のことを考えようとした2000円2000円手に入ったらどうしよう三宮辺りに絹代と2人で小さい洋食店を開こうかそれとも 外国の船乗り相手の酒場を開いて明るい窓からいつも陽気なダンスレコードを響かそうか明日の汽車は無論一等だそして食堂へ入って酔いつぶれるほど飲むことにしようけれども彼にとりて2000円を手にした暁最も喜ばしいことは絹代を確実に握ることができるということだった彼は 子が彼を愛すると同じ程度の情熱を持って絹代を愛していたけれども美しい絹代は彼の手に余る女であった彼女はいい加減に彼をあしらって指先を濡れる水の泡のごとくきわどいところで彼から逃れていたけれども今夜自分が2,000円を手に入れたら絹代も何 彼の左足がつるりと雨に濡れた問いを滑った平蜘蛛のごとく屋根に吸い付いていた彼の体がグラグラと中心を失った彼は死に物狂いに両手で体を支えてやっと左足を元の位置に返した彼は喉をヒーヒー鳴らしながら二三度深呼吸をした胸の鼓動が早鐘のように響いた のの物音が家の中に聞こえはしなかにこ彼は片づをのんで耳を澄ましたが聞こえるのは風のうなりばかりだったのでほっと安堵としてまた進み始めた彼が目的の第三の窓下についたのはそれから間もなくであった見上げると古びたよろいどが外側の両方に開いて 上へ引き上げて開けたガラス戸が暗い夜空を反映して水のように青く光っているそのガラス戸の下に明かりのない部屋の暗闇が四角に区切られて見えた「もうここまでくればあとは心配ない」「帰る時には絹代に相談してどこか他のところから出ることにしよう」彼は深いため息をした気がついてみると そう見にねっとり油汗がにじんでいたそれにしても絹代はなぜ出てこないのだろう彼は暗い窓を仰ぎながら聞こえるか聞こえないかの低い声で「絹ちゃん!」と呼んだ返事がない宣告ろうそくの火で合図したのだから絹代がいないはずはない なぜ今になって出てこないのだろう自分の着方が遅れたのでもう来ないものと諦めたのだろうかそれとも今呼んだ声が風に吹き消されて聞こえなかったのだろうかキヌちゃんまた彼が呼んだ返事はなくてものすごいうねりを立てて吹いてきた風がひとしきり梢をおののかせるばかりだった 彼はポツポツ不安になってきた。窓の縁は手を伸ばせば届くくらいのところにあった絹代が出てこないとすれば暗い部屋に自分で勝手に入いこまればならぬキヌちゃん3度目に彼がやや高い声で呼んだ。と暗い窓からもうろうとした女の顔がのぞいて下を見下ろした。 彼は日からその顔を透かして見ながら「来たよ!」とつぶやいたそして呼吸が苦しいので激しい息遣いをした闇の中の女の顔は微笑んでいる「おい絹ちゃんどうしてそんなに黙ってるんだみんな寝たかいもう入ってもいいかい?」が この言言葉を言い終わるとともに、彼は鉄槌で頭を打たれたように全身の神経をピリリと旋律させた窓から覗いた顔は絹代ではなくて民子である微笑んでいると見えたのは極度の恐怖と興奮に真っ青になった彼女がガタガタ震えながら顔面筋肉を引きずらしているのであったその瞬間 彼の頭に真実が稲妻のごとくひらめいた「今日電話でオランダ人の家へ住み替えたから金を取りに来い」と言ったのは絹代でなくて民子であった民子が絹代の声色を使ってだまして彼をここまでおびき寄せたのである野田はあまりにあまりの意外にわずかなうめき声を漏らした 憎悪魔<悪>彼が愛だそして窓から部屋へ踊り込むべく満身の重みで窓の縁へすがりついたが彼がすがりつくと同時に窓の縁はポクリと抜けた途端に彼の体は雨に濡れた屋根の急斜面をつるりと滑って喉から しいの凄叫び声を漏らしながら、なが猛烈な勢いで数十尺の石垣の下へ落ちていった腹の底から出るような声で民子が言ったそれから二日後の横浜貿易新聞の隅の方にこんな記事が小さい活字で出た。 根岸町の俗にペティの屋敷と呼ばれている外人屋敷は震災以来空き家になって荒れるに任せてあったが一昨夜何人とも知れぬ30歳ぐらいの不老人がその空き家の石垣の上から飛び降りて自殺した不思議なことには死体の上にスイートピーの花がたくさん捨ててあったがこれは多分 死体を見た誰かのいたずらであろう。